今回は2022シーズンなぜ浦和レッズは勝てないのかを分析していきたいと思います。今年はスーパーカップで前年王者川崎に完勝を収めたこともあって非常に期待されていましたが、リーグ戦では苦戦を強いられています。得点不足が原因なのは間違いないでしょう。原因1としてクロスに対して中の枚数が少ないことが考えられます。得点が入りそうで入らなかったシーンをピックアップしてみましたが、ほとんどがクロスからの攻撃でした。そしてほとんどが中の枚数が少なく、こぼれ球に反応できない、攻撃の厚みが足りないなどであと一歩のところで終わっていました。クロスではファー、ニア、真ん中の最低3枚が必要になってきますが、1、2枚しか入っていないシーンがほとんどです。特にこのシーンはユンカープラスもう一人パスの選択肢があれば楽に点が入っていたでしょう。このシーンもファーに秋元がきっちりと詰めていたらゴールになっていたでしょう。好調だった2016シーズンと比較してみましょう。17試合で35得点を記録したセカンドステージでのクロスからの得点をいくつかピックアップしてみましたが、3、4枚はしっかりと中に入っています。やはりクロスは中に枚数がいないと点は入りません。原因2としてクロスに対して中が棒立ちというのが考えられます。いくらいいクロスが上がってきたとしても中の選手がマークを外せなければ意味ありません。そしてマークを外すには中での動きが必要になってきます。しかしそれがないので角度のないところからのシュートになってしまったり、相手に先に触られてしまったりで得点を防がれています。好調だった2016シーズンと比較してみましょう。クロスが上がるタイミングで中野武藤選手や攻撃選手がいい動きをしてマークを外しています。原因3としてサポートが遅いことが考えられます。西川選手の素晴らしいフィードがあっても、孤立して取られるシーンやユンカーの言い抜け出しがあっても周りの押し上げが遅いシーンなどが今シーズン多く見られます。連動性が皆無です。今後は得点力不足を解消してくれるであろうブライアン・リー選手に期待が